んこんばんは、ゆっくりです。マリサだぜ。あれ？うぷ主は？今回のシリーズは完全に裏方に徹するそうなんだぜ。実質の下ネタ封印宣言だぜ。信用していいのかしら？というわけで私たち二人で実況していくことになったんだぜ。で、何をプレイするの？今話題のあのゲーム、人生ゲームハッピーファミリーご当地ネタ増量仕上げなんだぜ。何よそのゲーム、全然知らないわよ。知らないのか霊夢、あの有名なクソゲーオブザイヤーで。またクソゲーかよ。どんだけクソゲー好きなんだよ、うぷ主は。あ、でも、本スレではロム戦で戦況や総評に関わる気は一切ないんだぜ。いや、聞いてないから。じゃあ、私がプレイするから霊夢は後ろで見ててくれ。帰っていいかしら、ダメぜ。じゃあ後ろで寝てるわね。寝たら死体に肉って掘るぜ。せめて油性ペンにしてよ。丸刀か三角刀かは選んでいいのぜ。やめて、想像しただけで鳥肌立ったわ。じゃあゲーム開始なんだぜ。帰らせてー。だからゴミのようだ。人生ゲームハッピーファミリー。まずはモード選択なんだぜ。ワイワイモードとプライスレスモードがあるようね。ワイワイモードは単純に所持金の額を競うモード。それに対しプライスレスモードはハピネスポイントというポイントの量を競うモードなんだぜ。プライス帯とは関係ないんだぜ。その説明いらないわよね。今回はプライスレスモードをやってみるんだぜ。プレイ人数の設定ね。あんまり多くてもグダルだろうから、プレイヤー1人に CPU 2人にするんだぜ。全部で2時間くらいかかるのね。あくまで目安なんだぜ。キャラクターの選択なんだぜ。自分のミーは使えるのかしら？それは2周目以降の隠し要素なんだぜ。なぜ隠したし、っていうか名前も固定かよ。考えてもみろ霊夢、自分の顔や名前を自分で決めれる人間なんていないんだぜ。へりくつでごまかそうとしないでよ。あ、でも2周目以降は自分の子供をプレイヤーに選択することができるし、子供には好きな名前をつけれるんだぜ。なんで周回前提なんだよ。人生ゲームって何周もするゲームじゃないでしょうが。親から子、子から孫へと人生は続いていく。そう、私たちは周回プレイを強いられているんだ。じゃあゲーム開始なんだぜ。ハピネスポイントを貯めるのが目的なのよね。どうやって貯めるの？ハピネスポイントはいいことがあると貯まり、逆に不幸な目に遭うと減っていくんだぜ。今 CPU が止まったのは給与マス、通過するとお金がもらえるんだぜ。プライスレスモードではお金は持ってるだけじゃ意味がない。ハピネスポイントを貯めるために積極的に使っていく必要があるんだぜ。ぴったり止まらなくても、通過するだけでいいのね。ああ、でもぴったり止まるともらえる金額が倍になるんだぜ。あ、ここからは CPU の行動は倍速にさせてもらうんだぜ。あ、給料マスにぴったり止まったわね。さっきも言った通りもらえる金額が倍になるんだぜ。交代だよ。よし、私たちのターンだな。ウィーリモコンを振ってルーレットを回すのね。ぶっちゃけ振り方で出目が変わるわけでもないんだぜ。給料マスね。就職した後は給料マスで買い物などもできるんだぜ。チェックマス。
ルートが分かれるようね。インテリコースとスポーツコース、どっちにしようか。何が違うの？大きく違うのは、もらえる才能の種類だぜ。マスの上に何枚かカードが置いてあるだろ。そのマスでは才能をもらうことができる。才能はパラメーターの成長や、就職後の昇進に影響するんだぜ。喜びます。このマスではいいことが起きるんだぜ。そしてこのゲームの売りでもある、ご当地イベントが起きるのもこのマスなんだぜ。ご当地イベントって？発生するイベントに日本各地の雑学などを無理やり盛り込んだものだぜ。正直内容が薄く、誤情報も含まれるので、ご当地ネタが見たいなら桃鉄でもやった方がいいんだぜ。思考をバカにしてるようで許せんな。お前が言うな。才能を手に入れてるわね。職業自体は好きなものになれるが、昇進するには特定の才能が必要なんだぜ。交代だよ。お、喜びますなんだぜ。うん、ご当地ネタいらないわね。才能を手に入れたわね。サッカー選手向けのスキルなんだぜ。なんだろう、ご当地ネタに対してコメントが思いつかないわ。ルルブ斜め読み程度の情報量らしいからな。まったく、ちゃんと調べてほしいものだな。お前は麻雀のルールをちゃんと調べろ。交代だよ。お、CPU が悲しみマスに止まったんだぜ。このマスでは不幸なことが起きる、なるべく止まりたくないんだぜ。CPU のターンは加速じゃなくてカットでいいかしら。さすがにそれは訳がわからなくなるからダメぜ。交代だよ。うわ、悲しみマスに止まっちまったんだぜ。選択肢が出たわね。でも悪い結果なのは確定なんだぜ。意味ないじゃない。マリサ、ウプ主がモダン3やりたいから編集も嫌だって。尺的にもいい頃合いか。じゃあ、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。皆さんこんばんは、ゆっくりです。マリサだぜ。あれ？ウプ主は？今回のシリーズは完全に裏方に徹するそうなんだぜ。実質の下ネタ封印宣言だぜ。
信用していいのかしら。というわけで私たち二人で実況していくことになったんだぜ。で、何をプレイするの？今話題のあのゲーム、人生ゲームハッピーファミリーご当地ネタ増量仕上げなんだぜ。何よそのゲーム、全然知らないわよ。知らないのか霊夢、あの有名なクソゲーオブザイヤーで。またクソゲーかよ。どんだけクソゲー好きなんだよオープン主は。あ、でも、本スレではロム戦で戦況や総評に関わる気は一切ないんだぜ。いや聞いてないから。じゃあ、私がプレイするから霊夢は後ろで見ててくれ。帰っていいかしら。ダメぜ。じゃあ後ろで寝てるわね。寝たら額に肉って掘るぜ。せめて油性ペンにしてよ。丸等か三角等かは選んでいいのぜ。やめて、想像しただけで鳥肌立ったわ。じゃあゲーム開始なんだぜ。帰らせてだからゴミのようだ。人生ゲームハッピーファミリーモードを選んでね。まずはモード選択なんだぜ。ワイワイモードとプライスレスモードがあるよね。ワイワイモードは単純に所持金の額を競うモード。それに対しプライスレスモードは、ハピネスポイントというポイントの量を競うモードなんだぜ。プライス帯とは関係ないんだぜ。その説明いらないわよね。今回はプライスレスモードをやってみるんだぜ。プレイ人数の設定ね。あんまり多くてもグダルだろうから、プレイヤー1人に CPU 2人にするんだぜ。全部で2時間くらいかかるのね。あくまで目安なんだぜ。使用するWiiリモコンとプレイするキャラクターを選んでね。プレイするキャラクターを選んでね。キャラクターの選択なんだぜ。自分のWiiは使えるのかしら？それは2周目以降の隠し要素なんだぜ。なぜ隠したし、っていうか名前も固定かよ。考えてもみろ霊夢。自分の顔や名前を自分で決めれる人間なんていないんだぜ。ヘリクツでごまかそうとしないでよ。あ、でも、2周目以降は自分の子供をプレイヤーに選択することができるし、子供には好きな名前を付けれるんだぜ。なんで周回前提なんだよ。人生ゲームって何周もするゲームじゃないでしょうが。親から子、子から孫へと人生は続いていく。そう、私たちは周回プレイを。強いられているんだ。じゃあゲーム開始なんだぜ。ハピネスポイントを貯めるのが目的なのよね。どうやって貯めるの？ハピネスポイントはいいことがあると貯まり、逆に不幸な目に遭うと減っていくんだぜ。給料日。今 CPU が止まったのは給与マス、通過するとお金がもらえるんだぜ。プライスレスモードではお金は持ってるだけじゃ意味がない。ハピネスポイントを貯めるために積極的に使っていく必要があるんだぜ。ぴったり止まらなくても、通過するだけでいいのね。ああ、でもぴったり止まるともらえる金額が倍になるんだぜ。チェックマス。あ、ここからは CPU の行動は倍速にさせてもらうんだぜ。あ、給料マスにぴったり止まったわね。さっきも言った通りもらえる金額が倍になるんだぜ。よし、私たちのターンだな。ウィーリモコンを振ってルーレットを回すのね。ぶっちゃけ振り方で出目が変わるわけでもないんだぜ。給料日。給料マスね。就職した後は給料マスで買い物などもできるんだぜ。ルートが分かれるようね。インテリコースとスポーツコース、どっちにしようか。何が違うの？大きく違うのは、もらえる才能の種類だぜ。マスの上に何枚かカードが置いてあるだろ。
そのマスでは才能をもらうことができる。才能はパラメーターの成長や、就職後の昇進に影響するんだぜ。喜びます。このマスではいいことが起きるんだぜ。そしてこのゲームの売りでもある、ご当地イベントが起きるのもこのマスなんだぜ。ご当地イベントって？発生するイベントに日本各地の雑学などを無理やり盛り込んだものだぜ。正直内容が薄く、誤情報も含まれるので、ご当地ネタが見たいなら桃鉄でもやった方がいいんだぜ。思考をバカにしてるようで許せんな。お前が言うな。才能を手に入れてるわね。職業自体は好きなものになれるが、昇進するには特定の才能が必要なんだぜ。お、喜びますなんだぜ。うん、ご当地ネタいらないわね。才能を手に入れたわね。サッカー選手向けのスキルなんだぜ。た封印宣言だぜ。信用していいのかしら。というわけで私たち二人で実況していくことになったんだぜ。で、何をプレイするの？今話題のあのゲーム、人生ゲームハッピーファミリーご当地ネタ増量仕上げなんだぜ。何よそのゲーム、全然知らないわよ。知らないのか霊夢、あの有名なクソゲーオブザイヤーで。またクソゲーかよ。どんだけクソゲー好きなんだよオープン主は。あ、でも、本スレではロム戦で戦況や総量に関わる気は一切ないんだぜ。いや聞いてないから。じゃあ、私がプレイするから霊夢は後ろで見ててくれ。帰っていいかしら、ダメぜ。じゃあ後ろで寝てるわね。寝たら額に肉って掘るぜ。せめて油性ペンにしてよ。丸等か三角等かは選んでいいのぜ。やめて、想像しただけで鳥肌立ったわ。じゃあゲーム開始なんだぜ。帰らせてだからゴミのようだ。人生ゲーム、ハッピーファミリーモードを選んでね。まずはモード選択なんだぜ。ワイワイモードとプライスレスモードがあるよね。ワイワイモードは単純に所持金の額を競うモード。それに対しプライスレスモードは、ハピネスポイントというポイントの量を競うモードなんだぜ。プライス帯とは関係ないんだぜ。その説明いらないわよね。今回はプライスレスモードをやってみるんだぜ。プレイ人数の設定ね。あんまり多くてもグダルだろうから、プレイヤー1人に CPU2 人にするんだぜ。全部で2時間くらいかかるのね。あくまで目安なんだぜ。
キャラクターの選択なんだぜ。自分のミーは使えるのかしら？それは2周目以降の隠し要素なんだぜ。なぜ隠したし、っていうか名前も固定かよ。考えてもみろ霊夢。自分の顔。答えだよ。才能を手に入れたわね。サッカー選手向けのスキルなんだぜ。なんだろう、ご当地ネタに対してコメントが思いつかないわ。ルルブ斜め読み程度の情報量らしいからな。まったく、ちゃんと調べてほしいものだな。お前は麻雀のルールをちゃんと調べろ。交代だよ。お、CPU が悲しみマスに止まったんだぜ。このマスでは不幸なことが起きる、なるべく止まりたくないんだぜ。CPU のターンは加速じゃなくてカットでいいかしら。さすがにそれは訳がわからなくなるからダメぜ。交代だよ。うわ、悲しみマスに止まっちまったんだぜ。選択肢が出たわね。でも悪い結果なのは確定なんだぜ。意味ないじゃない。マリサ、ウプ主がモダン3やりたいから編集もんやだって。尺的にもいい頃合いか。じゃあ、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。皆さんこんばんは、ゆっくりです。マリサだぜ。あれ？ウプ主は？今回のシリーズは完全に裏方に徹するそうなんだぜ。実質の下ね。皆さんこんばんは、ゆっくりです。マリサだぜ。あれ？ウプ主は？今回のシリーズは完全に裏方に徹するそうなんだぜ。実質の下ネタ封印宣言だぜ。信用していいのかしら？というわけで私たち二人で実況していくことになったんだぜ。で、何をプレイするの？今話題のあのゲーム、人生ゲームハッピーファミリーご当地ネタ増量仕上げなんだぜ。何よそのゲーム、全然知らないわよ。知らないのか霊夢、あの有名なクソゲーオブザイヤーで。またクソゲーかよ。どんだけクソゲー好きなんだよウプ主は。あ、でも、本スレではロム戦で戦況や総量に関わる気は一切ないんだぜ。いや聞いてないから。じゃあ、私がプレイするから霊夢は後ろで見ててくれ。帰っていいかしら？ダメぜ。じゃあ後ろで寝てるわね。寝たら額に肉って掘るぜ。せめて油性ペンにしてよ。丸刀か三角刀かは選んでいいのぜ。やめて、想像しただけで鳥肌立ったわ。じゃあゲーム開始なんだぜ。帰らせてー。だから。ゴミのようだ。人生ゲームハッピーファミリー。モードを選んでね。まずはモード選択なんだぜ。ワイワイモードとプライスレスモードがあるよね。ワイワイモードは単純に所持金の額を競うモード。それに対しプライスレスモードはハピネスポイントというポイントの量を競うモードなんだぜ。プライス帯とは関係ないんだぜ。その説明いらないわよね。今回はプライスレスモードをやってみるんだぜ。プレイ人数の設定ね。あんまり多くてもグダルだろうから、プレイヤー1人に CPU2 人にするんだぜ。
全部で2時間くらいかかるのね。あくまで目安なんだぜ。ルートが分かれるようね。インテリコースとスポーツコース、どっちにしようか。何が違うの？大きく違うのは、もらえる才能の種類だぜ。マスの上に何枚かカードが置いてあるだろ。そのマスでは才能をもらうことができる。才能はパラメーターの成長や、就職後の昇進に影響するんだぜ。喜びます。このマスではいいことが起きるんだぜ。そしてこのゲームの売りでもある、ご当地イベントが起きるのもこのマスなんだぜ。ご当地イベントって？発生するイベントに日本各地の雑学などを無理やり盛り込んだものだぜ。正直内容が薄く、誤情報も含まれるので、ご当地ネタが見たいなら桃鉄でもやった方がいいんだぜ。思考をバカにしてるようで許せんな。お前が言うな。才能を手に入れてるわね。職業自体は好きなものになれるが、昇進するには特定の才能が必要なんだぜ。交代だよ。お、喜びますなんだぜ。うん、ご当地ネタいらないわね。キャラクターの選択なんだぜ。自分の身は使えるのかしら？それは2周目以降の隠し要素なんだぜ。なぜ隠したし、っていうか名前も固定かよ。考えてもみろ霊夢。自分の顔や名前を自分で決めれる人間なんていないんだぜ。へりくつでごまかそうとしないでよ。あ、でも、2周目以降は自分の子供をプレイヤーに選択することができるし、子供には好きな名前を付けれるんだぜ。なんで周回前提なんだよ。人生ゲームって何周もするゲームじゃないでしょうが。親から子、子から孫へと人生は続いていく。そう、私たちは周回プレイを。強いられているんだ。じゃあゲーム開始なんだぜ。ハピネスポイントを貯めるのが目的なのよね。どうやって貯めるの？ハピネスポイントはいいことがあると貯まり、逆に不幸な目に遭うと減っていくんだぜ。給料日。今 CPU が止まったのは給与マス、通過するとお金がもらえるんだぜ。プライスレスモードではお金は持ってるだけじゃ意味がない。ハピネスポイントを貯めるために積極的に使っていく必要があるんだぜ。ぴったり止まらなくても、通過するだけでいいのね。ああ、でもぴったり止まるともらえる金額が倍になるんだぜ。チェックマス。あ、ここからは CPU の行動は倍速にさせてもらうんだぜ。あ、給料マスにぴったり止まったわね。さっきも言った通りもらえる金額が倍になるんだぜ。よし、私たちのターンだな。ウィーリモコンを振ってルーレットを回すのね。ぶっちゃけ振り方で出目が変わるわけでもないんだぜ。給料日。給料マスね。就職した後は給料マスで買い物などもできるんだぜ。
へぇ。だからゴミのようだ。人生ゲームハッピーファミリー。モードを選んでね。まずはモード選択なんだぜ。ワイワイモードとプライスレスモードがあるようね。ワイワイモードは単純に所持金の額を競うモード。それに対しプライスレスモードは、ハピネスポイントというポイントの量を競うモードなんだぜ。プライス対意図は関係ないんだぜ。その説明いらないわよね。今回はプライスレスモードをやってみるんだぜ。プレイ人数の設定ね。あんまり多くてもグダルだろうから、プレイヤー1人に CPU 2人にするんだぜ。全部で2時間くらいかかるのね。あくまで目安なんだぜ。キャラクターの選択なんだぜ。自分のミーは使えるのかしら？それは2周目以降の隠し要素なんだぜ。なぜ隠したし、っていうか名前も固定かよ。考えてもみろ霊夢。自分の顔や名前を自分で決めれる人間なんていないんだぜ。ヘリクツでごまかそうとしないでよ。あ、でも、2周目以降は自分の子供をプレイヤーに選択することができるし、子供には好きな名前を付けれるんだぜ。なんで周回前提なんだよ。人生ゲームって何周もするゲームじゃないでしょうが。親から子、子から孫へと人生は続いていく。そう、私たちは周回プレイを。強いられているんだ。じゃあゲーム開始なんだぜ。ハピネスポイントを貯めるのが目的なのよね。どうやって貯めるの？ハピネスポイントはいいことがあると貯まり、逆に不幸な目に遭うと減っていくんだぜ。給料日。今 CPU が止まったのは給与マス、通過するとお金がもらえるんだぜ。プライスレスモードではお金は持ってるだけじゃ意味がない。ハピネスポイントを貯めるために積極的に使っていく必要があるんだぜ。ぴったり止まらなくても、通過するだけでいいのね。ああ、でもぴったり止まるともらえる金額が倍になるんだぜ。チェックマス。あ、ここからは CPU の行動は倍速にさせてもらうんだぜ。あ、給料マスにぴったり止まったわね。さっきも言った通りもらえる金額が倍になるんだぜ。よし、私たちのターンだな。ウィーリモコンを振ってルーレットを回すのね。ぶっちゃけ振り方で出目が変わるわけでもないんだぜ。給料日。給料マスね。就職した後は給料マスで買い物などもできるんだぜ。ルートが分かれるようね。インテリコースとスポーツコース、どっちにしようか。何が違うの？大きく違うのは、もらえる才能の種類だぜ。マスの上に何枚かカードが置いてあるだろ。そのマスでは才能をもらうことができる。才能はパラメーターの成長や、就職後の昇進に影響するんだぜ。喜びます。このマスではいいことが起きるんだぜ。そしてこのゲームの売りでもある、ご当地イベントが起きるのもこのマスなんだぜ。ご当地イベントって？発生するイベントに日本各地の雑学などを無理やり盛り込んだものだぜ。正直内容が薄く、誤情報も含まれるので、ご当地ネタが見たいなら桃鉄でもやった方がいいんだぜ。思考をバカにしてるようで許せんな。お前が言うな。才能を手に入れてるわね。
職業自体は好きなものになれるが、昇進するには特定の才能が必要なんだぜ。交代だよ。お、喜びますなんだぜ。うん、ご当地ネタいらないわね。才能を手に入れたわね。サッカー選手向けのスキルなんだぜ。また封印宣言だぜ。信用していいのかしら。というわけで私たち二人で実況していくことになったんだぜ。で、何をプレイするの？今話題のあのゲーム、人生ゲームハッピーファミリーご当地ネタ増量仕上げなんだぜ。何よそのゲーム、全然知らないわよ。知らないのか霊夢、あの有名なクソゲーオブザイヤーで。またクソゲーかよ。どんだけクソゲー好きなんだよオープ主は。あ、でも、本スレではロム戦で戦況や総評に関わる気は一切ないんだぜ。いや聞いてないから。じゃあ、私がプレイするから霊夢は後ろで見ててくれ。帰っていいかしら。ダメぜ。じゃあ後ろで寝てるわね。寝たら額に肉って掘るぜ。せめて油性ペンにしてよ。丸等か三角等かは選んでいいのぜ。やめて、想像しただけで鳥肌立ったわ。じゃあゲーム開始なんだぜ。帰らせてー。だからゴミのようだ。人生ゲームハッピーファミリー。モードを選んでね。まずはモード選択なんだぜ。ワイワイモードとプライスレスモードがあるようね。ワイワイモードは単純に所持金の額を競うモード。それに対しプライスレスモードはハピネスポイントというポイントの量を競うモードなんだぜ。プライス帯とは関係ないんだぜ。その説明いらないわよね。今回はプライスレスモードをやってみるんだぜ。遊ぶ人数を設定してね。プレイ人数の設定ね。あんまり多くてもグダルだろうから、プレイヤー1人に CPU2 人にするんだぜ。全部で2時間くらいかかるのね。あくまで目安なんだぜ。キャラクターの選択なんだぜ。自分のミーは使えるのかしら。それは2周目以降の隠し要素なんだぜ。なぜ隠したし、っていうか名前も固定かよ。考えてもみろ霊夢。自分の顔。答えだよ。才能を手に入れたわね。サッカー選手向けのスキルなんだぜ。
なんだろう、ご当地ネタに対してコメントが思いつかないわ。ルルブ斜め読み程度の情報量らしいからな。まったく、ちゃんと調べてほしいものだな。お前は麻雀のルールをちゃんと調べろ。交代だよ。お、CPU が悲しみマスに止まったんだぜ。このマスでは不幸なことが起きる、なるべく止まりたくないんだぜ。CPU のターンは加速じゃなくてカットでいいかしら。皆さんこんばんは、ゆっくりです。マリサだぜ。あれ？ウプ主は？今回のシリーズは完全に裏方に徹するそうなんだぜ。実質の下ネタ封印宣言だぜ。信用していいのかしら？というわけで私たち二人で実況していくことになったんだぜ。で、何をプレイするの？今話題のあのゲーム、人生ゲームハッピーファミリーご当地ネタ増量仕上げなんだぜ。何よそのゲーム、全然知らないわよ。知らないのか霊夢、あの有名なクソゲーオブザイヤーで。またクソゲーかよ。どんだけクソゲー好きなんだよウプ主は。あ、でも、本スレではロム戦で戦況や総量に関わる気は一切ないんだぜ。いや聞いてないから。じゃあ、私がプレイするから霊夢は後ろで見ててくれ。帰っていいかしら、ダメぜ。じゃあ後ろで寝てるわね。寝たら額に肉って掘るぜ。せめて油性ペンにしてよ。丸等か三角等かは選んでいいのぜ。やめて、想像しただけで鳥肌立ったわ。じゃあゲーム開始なんだぜ。帰らせてー。だからゴミのようだ。人生ゲーム、ハッピーファミリー。まずはモード選択なんだぜ。ワイワイモードとプライスレスモードがあるよね。ワイワイモードは単純に所持金の額を競うモード。それに対しプライスレスモードは、ハピネスポイントというポイントの量を競うモードなんだぜ。プライス帯とは関係ないんだぜ。その説明いらないわよね。今回はプライスレスモードをやってみるんだぜ。プレイ人数の設定ね。あんまり多くてもグダルだろうから、プレイヤー1人に CPU 2人にするんだぜ。全部で2時間くらいかかるのね。あくまで目安なんだぜ。キャラクターの選択なんだぜ。自分のミーは使えるのかしら？それは2周目以降の隠し要素なんだぜ。なぜ隠したし、っていうか名前も固定かよ。考えてもみろ霊夢、自分の顔や名前を自分で決めれる人間なんていないんだぜ。へりくつでごまかそうとしないでよ。あ、でも、2周目以降は自分の子供をプレイヤーに選択することができるし、子供には好きな名前をつけれるんだぜ。なんで周回前提なんだよ。人生ゲームって何周もするゲームじゃないでしょうが。親から子、子から孫へと人生は続いていく。そう、私たちは周回プレイを。強いられているんだ。じゃあゲーム開始なんだぜ。ハピネスポイントを貯めるのが目的なのよね。どうやって貯めるの？ハピネスポイントはいいことがあると貯まり、逆に不幸な目に遭うと減っていくんだぜ。今 CPU が止まったのは給与マス、通過するとお金がもらえるんだぜ。プライスレスモードではお金は持ってるだけじゃ意味がない。ハピネスポイントを貯めるために積極的に使っていく必要があるんだぜ。ぴったり止まらなくても、通過するだけでいいのね。ああ、でもぴったり止まるともらえる金額が倍になるんだぜ。あ、ここからは CPU の行動は倍速にさせてもらうんだぜ。あ、給料マスにぴったり止まったわね。
さっきも言った通りもらえる金額が倍になるんだぜ。交代だよ。よし、私たちのターンだな。ウィーリモコンを振ってルーレットを回すのね。ぶっちゃけ振り方で出目が変わるわけでもないんだぜ。給料日。給料マスね。就職した後は給料マスで買い物などもできるんだぜ。ルートが分かれるようね。インテリコースとスポーツコース、どっちにしようか。何が違うの？大きく違うのは、もらえる才能の種類だぜ。マスの上に何枚かカードが置いてあるだろ。そのマスでは才能をもらうことができる。才能はパラメーターの成長や、就職後の昇進に影響するんだぜ。さすがにそれは訳が分からなくなるからダメぜ。うわ、悲しみマスに止まっちまったんだぜ。選択肢が出たわね。でも悪い結果なのは確定なんだぜ。意味ないじゃない。マリサ、ウプ主がモダン3やりたいから編集も嫌だって。尺的にもいい頃合いか。じゃあ、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。皆さんこんばんは、ゆっくりです。マリサだぜ。あれ？ウプ主は？今回のシリーズは完全に裏方に徹するそうなんだぜ。実質の下ネ。皆さんこんばんは、ゆっくりです。マリサだぜ。あれ？ウプ主は？今回のシリーズは完全に裏方に徹するそうなんだぜ。実質の下ネタ封印宣言だぜ。信用していいのかしら？というわけで私たち二人で実況していくことになったんだぜ。で、何をプレイするの？今話題のあのゲーム、人生ゲームハッピーファミリーご当地ネタ増量仕上げなんだぜ。何よそのゲーム、全然知らないわよ。知らないのか霊夢、あの有名なクソゲーオブザイヤーで。またクソゲーかよ。どんだけクソゲー好きなんだよウプ主は。あ、でも、本スレではロム戦で戦況や総量に関わる気は一切ないんだぜ。いや聞いてないから。じゃあ私がプレイするから霊夢は後ろで見ててくれ。帰っていいかしら。ダメぜ。じゃあ後ろで寝てるわね。寝たら額に肉って掘るぜ。せめて油性ペンにしてよ。丸等か三角等かは選んでいいのぜ。やめて、想像しただけで鳥肌立ったわ。じゃあゲーム開始なんだぜ。帰らせてだから。ゴミのようだ。人生ゲーム、ハッピーファミリー。モードを選んでね。まずはモード選択なんだぜ。ワイワイモードとプライスレスモードがあるよね。ワイワイモードは単純に所持金の額を競うモード。それに対しプライスレスモードは、ハピネスポイントというポイントの量を競うモードなんだぜ。プライス帯とは関係ないんだぜ。その説明いらないわよね。今回はプライスレスモードをやってみるんだぜ。プレイ人数の設定ね。あんまり多くてもグダルだろうから、プレイヤー1人に CPU 2人にするんだぜ。全部で2時間くらいかかるのね。あくまで目安なんだぜ。使用するウィーリモコンとプレイするキャラクターを選んでね。プレイするキャラクターを。ルートが分かれるようね。インテリコースとスポーツコース、どっちにしようか。何が違うの？大きく違うのは、もらえる才能の種類だぜ。
マスの上に何枚かカードが置いてあるだろ。そのマスでは才能をもらうことができる。才能はパラメーターの成長や、就職後の昇進に影響するんだぜ。喜びます。このマスではいいことが起きるんだぜ。そしてこのゲームの売りでもある、ご当地イベントが起きるのもこのマスなんだぜ。ご当地イベントって？発生するイベントに日本各地の雑学などを無理やり盛り込んだものだぜ。正直内容が薄く、誤情報も含まれるので、ご当地ネタが見たいなら桃鉄でもやった方がいいんだぜ。思考をバカにしてるようで許せんな。お前が言うな。才能を手に入れてるわね。職業自体は好きなものになれるが、昇進するには特定の才能が必要なんだぜ。交代だよ。お、喜びますなんだぜ。喜びます。このマスではいいことが起きるんだぜ。そしてこのゲームの売りでもある、ご当地イベントが起きるのもこのマスなんだぜ。ご当地イベントって？発生するイベントに日本各地の雑学などを無理やり盛り込んだものだぜ。正直内容が薄く、誤情報も含まれるので、ご当地ネタが見たいなら桃鉄でもやった方がいいんだぜ。思考をバカにしてるようで許せんな。お前が言うな。才能を手に入れてるわね。職業自体は好きなものになれるが、昇進するには特定の才能が必要なんだぜ。交代だよ。お、喜びますなんだぜ。うん、ご当地ネタいらないわね。答えだよ。才能を手に入れたわね。サッカー選手向けのスキルなんだぜ。なんだろう、ご当地ネタに対してコメントが思いつかないわ。ルルブ斜め読み程度の情報量らしいからな。まったく、ちゃんと調べてほしいものだな。お前は麻雀のルールをちゃんと調べろ。交代だよ。お、CPU が悲しみますに止まったんだぜ。
このマスでは不幸なことが起きる、なるべく止まりたくないんだぜ。CPU のターンは加速じゃなくてカットでいいかしら。さすがにそれはわけがわからなくなるからダメぜ。交代だよ。うわ、悲しみマスに止まっちまったんだぜ。選択肢が出たわね。でも悪い結果なのは確定なんだぜ。意味ないじゃない。マリサ、ウプ主がモダン3やりたいから編集もうやだって。尺的にもいい頃合いか。じゃあ、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。皆さんこんばんは、ゆっくりです。マリサだぜ。あれ？ウプ主は？今回のシリーズは完全に裏方に徹するそうなんだぜ。実質の下ネタ封印宣言だぜ。信用していいのかしら。というわけで私たち二人で実況していくことになったんだぜ。で、何をプレイするの？今話題のあのゲーム、人生ゲームハッピーファミリーご当地ネタ増量仕上げなんだぜ。何よそのゲーム、全然知らないわよ。知らないのか霊夢、あの有名なクソゲーオブザイヤーで。またクソゲーかよ。どんだけクソゲー好きなんだよウプ主は。あ、でも、本スレではロム戦で戦況や総評に関わる気は一切ないんだぜ。いや聞いてないから。じゃあ、私がプレイするから霊夢は後ろで見ててくれ。帰っていいかしら。ダメぜ。じゃあ後ろで寝てるわね。寝たら額に肉って掘るぜ。せめて油性ペンにしてよ。丸等か三角等かは選んでいいのぜ。やめて、想像しただけで鳥肌立ったわ。じゃあゲーム開始なんだぜ。帰らせて。